出だしからクライマックスな第116装甲師団解説後編ハッチマールよ。前回話した通り44年12月初頭時点で予備含め、師団の保有戦車は4号超方針26両、5号64両、4号対空戦車3両、突撃砲14両であった。おっかしいなぁ、この世の地獄の東部戦線でなく比較的平和な西部戦線に貴重な装備ぶち込んでいいんですかね。大丈夫だ、問題ない。最後の予備戦力をかき集めて西部戦線で一大攻勢を実施し、1940年のようにベネルクスの連合国軍を殲滅。この戦果を利用し連合国都構は、その後全兵力でボリシェビキを叩き潰しに行く予定である。エルザスロートリンゲン不法占拠野郎はともかくおまけぶりかすとその植民地は講和してやってもいいしね。理論は完璧だった、作戦の成功を信じていたのが一人しかいなかった点と補充したところで戦力が不足していた点を除いては。まあたとえ運よく講和できたところでドイツ軍全軍を東部戦線に送ってもソ連に引き潰される未来しか見えないんだが。共産アレルギーのブリカスは誘ったらウッキウキで参戦しそうだけど。それはさておき、12月16日、西部戦線における最後の大攻勢である秋切り作戦だったりバルジの戦いだったりルントシテット攻勢だったりアルデンヌ攻勢だったりと名前が安定しない作戦が発動される。第116装甲師団は第5装甲軍に配属され、マース川にかかる橋梁を目指し中央での攻撃に従事することに。戦力は十分、第116装甲師団は第16戦車連隊より快速なバイエル戦闘団を編成、先陣を切って17日にウーレンを占領しここでウール川とかを試みる。だが橋が損傷し、戦車の通行に耐えられなかったため南のダスブルクよりとか、18日にエヌシェドを占領し19日にはベルトーニョを攻略、とかを試みるがウルト川にかかっていた橋が破壊されていたためウッパリーズまで後退。ここでトカシ20日午後にサンレを攻撃。ここにはアメリカ軍の小部隊が駐在していたが、これを撃破し増援の装甲車2両をも撃破。生き残った米兵はラ、ロシュに撤退した。さて村にはラ、ロシュから運ばれた物資が集積されており、師団は1万5000個のレーションと2万5000ガロンのガソリンを露獲。捕虜の砂糖がガソリンに混ぜられているという証言を軽くあしらいながら、師団の全車両は給油を完了した。最終目標であるマース川へは第2装甲師団と別ルートで進出する予定であったが、そのためにはまず交通の要衝であるオットンを攻略し、その後マルシェ、シネイを目指し前進すべきである。21日朝に戦闘団がオットンに攻撃を仕掛けるが、守備するアメリカ兵は少数であり容易に陥落するかと思われたが、どこからともなく現れた駆逐戦車によって2両の戦車が瞬く間に撃破される。町の南の歩道橋は制圧したものの最終的にパンター1両と4号戦車5両を失い攻撃は失敗。南部ですでに第2装甲師団がウルト川の渡河に成功したこともあり、司令部はオットンに固執せず南部のラ、ロシュより渡河するよう命令した。しかしオットンとラ、ロシュの間には未だにアメリカ軍部隊が存在しており、師団の側面を脅かしていた。これを援護したのが第560国民敵団兵師団であり、アメリカ軍の攻撃をことごとく撃退し、第116装甲師団の移動を支援。そのおかげもあり、師団は22日深夜に出発、無人のラ、ロシュを占領し23日にはウルト川西岸に進出。23日夜には橋頭保を確保し、師団の新しい任務は北西に突進し、シネイ近郊で第2装甲師団と合流することであった。24日にアンプ島、マレンヌを経由し、エルデンヌに迫り、第60装甲敵団兵連隊が村に突入、燃料補給が終わった戦車も遅れてこれに続けるデンヌを奪取。この時点で第2装甲師団はマース川まで7キロ地点のセルに到達。その側面を援護する戦車共同師団はロシホール、そしてその東に第116装甲師団が位置しており、この3個師団がシネイで合流し前進すれば目標であるマース川にたどり着けるはずであった。だがここでドイツ軍は運を使い果たした。ドイツ軍戦線は伸びきっており、さらに将兵は連日の戦闘で疲労困憊である。この好機を逃すまいとアメリカ軍は24日夜に反撃に出る。第116装甲師団ももちろんその対象であり、2個歩兵連隊がエルデンヌに突入。激しい砲撃と執拗な攻撃によって第116装甲師団は村から北の森に追い出され、包囲されることに。25日正午に戦車中隊が村に攻撃を仕掛けるも、待ち伏せを受け全滅。包囲下の戦闘団の状況は絶望的であった。だが師団長のアルデンブルクは戦闘団の救出を諦めておらず、総統護衛旅団が到着したことで手厚となった警戒部隊を救出に向かわせる。
少数の敵弾兵と戦車が包囲下の戦闘団に合流することに成功。だが増援を察知したアメリカ軍はこれに砲撃を加える。砲撃で戦車を撃破しようと試みたほか、化学迫撃砲大隊も白リン弾で戦車を燃やそうとした。翌27日、アメリカ兵が攻撃に出るも森はすでにもぬけの殻であった。実は26日、総統護衛旅団が圧迫されていることからアルデンブルクは包囲下の戦闘団に脱出を命令。エルデンヌ北の森を進み、第60装甲敵弾兵連隊を持って包囲網を突破し友軍戦線に戻るという作戦を立案。脱出のために行われた5回の攻撃は全て失敗し、壊滅寸前の戦闘団に時間の猶予はなく、戦闘団長のバイヤー大佐は午後遅くに全兵力を持って攻撃することを決断。そこで残存戦車9両の指揮官にアイスフロック少尉を任命した。東部戦線で暴れ回り、2対18の戦車戦で勝利を収めたこの歴戦の戦車兵はその実力を遺憾なく発揮させる。午後6時30分、全戦車発進、戦闘団は戦車を先頭に一丸となってマレンヌの村に突入。あらゆる障害を踏みつぶし、戦闘団はほぼ無傷で村を通過。そのまま前進しメニルの村へ向かおうとするがここで猛烈な阻止砲火により進撃は停止。バイヤーは南の森より迂回するよう命令、戦闘団はこれに従って迂回し、なんとかメニルの村にたどり着く。砲火が激しくなるが、戦闘団は速度を落とさずに村内に突入、だが戦闘の戦車が直撃弾を受け火を吹き、その直後に両目の戦車も撃破される。道が完全に塞がれたことからアイスフロップは即座に前車に右翼より突破するよう命令。アイスフロック車を先頭に地雷原がある敵陣に突進し、これを蹂躙、対戦車砲6門を撃破。この時左より戦車砲弾が飛来、左翼の森にシャーマン3両を認める。これに攻撃を加えようとした瞬間、アイスフロック車の砲塔にバズーカが命中。幸い貫通せず、無戦手が車種を撃ち、体勢を立て直し敵戦車3両を瞬く間に撃破。その後戦闘団は引き続き進撃、標本で禁止されている更新車も行いながらついに敵陣を突破。勝者も含め戦闘団は東より陽動攻撃を行っていた味方の陣地にたどり着いたのである。アイスフロップは先日の3レ攻撃で負傷しながらもこの脱出攻撃に参加。この攻撃で11度目の負傷をしながらも戦闘団の脱出に大きな役割を果たし、鉄壁少佐の上申により、45年1月1日までの選考により、同年3月5日に騎士鉄十字章を受章、同時に中尉に昇進した。さて戦闘団は無事師団本隊と合流したものの、続く激戦で師団の消耗は激しかった。12月27日時点の師団の残存戦力を師団長が報告しているのでここで取り上げる。装甲戦力に関しては15から20両の戦車、9両の偵察車両、30から40両の兵員輸送車が稼働中。敵弾兵の損失は大きく、平均して1大隊の残存兵力は100から150名。また第156装甲敵弾兵連隊の損失は甚大と特筆している。師団隷下には2個連隊、それぞれに2個大隊配属されていることから残存兵力は多くとも1000人を超えないことがわかる。偵察大隊の状況は良く、200名ほどが残っていた、一方で工兵大隊は100名ほどが残存。対空砲大隊の損失はなし、対戦車大隊は戦車連隊に統合された。砲兵大隊の損害は最もひどく、多くの砲がこの時にまで失われた。原文では各中隊に3門と記述されているがこれでは多すぎるのでおそらく各大隊に3門。おそらく10門程度が残っていたのだろうが、師団は自走砲と通常の榴弾砲の両方を運用しているので詳細は不明である。歩兵砲及び迫撃砲の残存数は不明だがいくらかは残っていたようである。次は補給面についてだがこちらは悲惨である。まず補給用のトラックの大半を喪失、一部を路獲車両で賄っている始末であり、肝心な燃料は全く足りていなかった。一応前述のようにガソリンを路獲してはいたが、これは概算であるがパンター155両分であるが、路獲後に師団は約70キロほど進軍、そして路面状況は極めて悪いためローギアを多用していたことは容易に想像できる。通常より多く燃料を消耗すると考えられるほか、兵員輸送に用いる車両、補給用のトラックが後方と往復することからこの路獲した分もすぐ使い切ったのだろう。食料の備蓄は良好、弾薬に関してはまちまちであり、重装備、対空砲、警砲類は十分、一方で迫撃砲及び重砲類はそこについていた。さてこれらを補給しなければならないが、天候が回復したことからうるさい連合国旗がついて回るので夜間にしか補給できない。
そのため補給効率はトラック不足、路面状況、燃料不足と合わさり大幅に悪化。また人員も補充されるが、下士官はともかく兵の質は悪化した。さて攻撃は失敗し、右翼の総統護衛旅団が命令を受けバストーニョに向かったことから第116装甲師団は防衛に回る。損害が著しい第156装甲敵団兵連隊は後方へ送られ、防衛に入ったことから師団はようやく休息を得る。第53ウェールズ歩兵師団が師団陣地に攻撃を仕掛けるが、これを撃退。45年1月3日には師団は第 2SS 装甲軍団の指揮下に入り、同日に軍団右翼に連合国軍が攻撃を仕掛け、師団も予備戦力である第156装甲敵団兵連隊を送り込む。翌日には師団に戦車を伴った連合国軍が来襲、第60装甲敵団兵連隊陣地を突破したが、戦車隊が反撃しこれを撃退、損害なしで敵戦車5両をほふった。5日にも連合国軍が襲来するがこれもなんとか撃退。7日に戦線全体で連合国が大規模攻勢を開始、師団の努力も虚しくグランビエモン及びチェウを失う。また師団東部、ウルト川東岸を守備していた第 2SS 装甲師団がドシャンを奪還された方が夕方に入った。この頃にはドイツ軍は制空権を喪失しており、陸上での主導権も失っており、軍都シュテットはヒトラーに撤退を進言。さすがのヒトラーもこれを承認し、師団が所属する第5装甲軍及び第 6SS 装甲軍の撤退を許可。すでに前線では撤退の準備が進んでおり、翌8日より行動に移る。この際師団は敵のさらなる突破を防ぐため3例の北に布陣、師団本部もボルゼに移動し再度第 2SS 装甲軍団の指揮下に入る。3例、シエル、ワリジー、オディステール、ジェヌの線を防衛していたが、アメリカ軍が3例及びシエルに攻撃を加える。激戦の末第60装甲敵団兵連隊は押し戻されシエルは陥落、サンレ方面はまだ未だに持ちこたえていた。さらに悪いことに師団西側に位置していた第2装甲師団が続く攻撃で文字通り壊滅。ズタズタになりながら撤退し彼らが受け持っていた敵軍も師団の支配地域に押し寄せる。これによりウルト川西岸の前線を約1キロ東に下げることとなる。9日、前線はサンレ、エズ、デ、アルツェ、ラ、ロッシュ、アローの線に交代。ウルト川により師団の支配地域は二分され、さらに兵力低下により指揮は困難に。師団長の指揮によると、この頃にはもはや師団としての防御戦闘はできず、少数の敵団兵が砲兵と共に小さな戦闘団をいくつか結成し、残されたわずかな戦車がこれを支援する形をとっており、敵襲時には各戦闘団が連携する形となっていた。これとは別にシエル近辺に完全に疲弊しきった敵団兵100名と少数の戦車からなる戦闘団が存在していたという。わずかに残された工兵が主要道路を封鎖し、砲兵の絶え間ない射撃により敵の進行を遅らせ、この日に行われたサンレ、ラ、ロッシュ、エズ、デ、アルツェに対し行われた攻撃は全て撃退した。これまでに行われた攻撃は概ね撃退していたが、陸空の戦力は連合国が圧倒的であり、前線が崩壊するのも時間の問題であった。ただ第116装甲師団の唯一優れていた点としては、地獄の東部戦線で地獄の越冬を経験していたことから、寒冷対策は連合のそれよりも優れていると少なくとも師団長は分析していた。当日中にはラ、ロシュの東での防衛線構築に成功したため同地点の放棄が決定される。だが第156装甲敵団兵連隊は未だにウルト川西岸の高地で徹底抗戦しており、解釈にもよるが西岸の部隊が見捨てられたとも取れる。まあ、それは一旦置いとくとして、10日には大規模の砲撃の後米第2機甲師団がサンレへの攻撃を開始。当然師団は当該地点を維持できるわけもなく、サンレを奪還されるがこの日失陥した重要地点はここのみであった。師団本部も前線の交代に伴って移転されたが移転先が異世界だったのでとりあえず名前のニテルイと仮定する。11日、ウルト川北岸は少数の偵察部隊が活動している程度であり、全体的に小康状態であったが、南岸では大規模の攻撃が始まる。ラ、ロシュが無人であると気づいたアメリカ軍が同地点を占領ごと化し、南部のイギリス軍と共に第156装甲敵団兵連隊支配地域を攻撃。ドイツ側はこの攻撃を予想しており、最後の予備兵力を送り込んだがこれは高射砲1門と2、3両の損傷した戦車という頼りないものであった。結果として連合国は駅近辺で戦線を突破、第2装甲師団の残量これの対処に向かわせればおそらく阻止できるのだろうが、これにはとてつもない困難を伴うのだろう。
夜間、連隊はウッパリーズへ向け撤退、師団本部もアシフに移転した。12日、ウルト北岸の前線はさらに4キロほど後退。南岸の部隊は前日夜にナブランに撤退、防衛線を築き付近のドイツ軍の撤退を援護していた。また左翼の部隊には小規模の援軍が軍団から送られた。東へ撤退する車列は絶え間なく伸び、撤退かつ悪天候ということから混乱が生じていた。そのため師団の全士官はまさかの交通規制に駆り出された。絶え間ない砲撃と空爆が実施されたにもかかわらず、撤退行動は一日中続けられた。だが悪天候とドイツ軍の抵抗により、地上での進撃はこの日順調にいかず、ほぼ膠着状態であった。余談だが第 2SS 装甲師団の一部隊が一時第116装甲師団の指揮下に入ったが、すぐに元いた師団に戻った。何しに来たんだお前。14日早朝、師団本部はタイルヌーに移動、車列の最後尾がアシフを通過したことから第60装甲敵団兵連隊はこの地の端の守備に移行。第156装甲敵団兵連隊はウッパリーズ西方に移動し同地を維持するよう命令された。一方で北部で活動していた偵察隊によるとアメリカ軍はすでに対、ウッパリーズ道路の西部にまで進出しており、この方面のドイツ軍の撤退はまだ終わっておらず殲滅される恐れがあった。そのため師団は第560国民敵団兵師団の一部及び第3装甲敵団兵師団の残余を取り込み防衛体制を構築。また戦車共同師団の偵察大隊がほぼ無傷であったことから、これと少数の戦車で反撃を実施することを目論んだが、これらの試みは指揮系統がぐっちゃぐちゃのごっちゃごちゃになったので崩壊した。それはそうと師団はウッパリーズ北方で突破した連合国軍に対処するよう命令された。また師団は一時第66軍団の指揮下に入り、軍団長直々師団本部に訪れ、今後の方針を話し合った。15日、師団は引き続きウッパリーズ北方の防衛を担当していたが、もはや限界であり、当該地域が16日までに占領される前に東へ撤退するよう命令された。師団はかろうじて包囲から逃れることができ18日まで新狩りを務めた後、メンヘングラートバッハに拘束された。だが燃料不足により車両を用いる部隊は当分アイフェル方面に拘束された。本日 N 回目の余談だが、ウッパリーズのウルト川に架かる橋からパンターが一両転落。第一中隊第一小隊小隊長者だったこのパンターは後に引き上げられて今日まで晒し首にされている。さて補15、師団はオランダ国境のクレーペに送られ、連合国の侵攻に備えることとなる。師団が送り込まれた地域はムーズ川とライン川に挟まれた土地であり、さらにライヒスアルトと呼ばれる森林地帯が広がっており防御に適していた。連合国軍はこの地域を突破しルール川を渡過するために2つの作戦を立案。北部では A か連合軍のエリタブル作戦、南部では米軍を主力とするグレネード作戦を実施し当該地域のドイツ軍を粉砕する予定であった。一方で当該地域は第116装甲師団が所属する第47装甲軍団が守備していたが、アルデンヌ戦以来大した補給を受けておらず、兵力は約半分であり第116装甲師団と第15装甲敵団兵師団の2個師団合わせても保持する戦車の数は90両を上回らなかった。ただ前述した通り地形が防御に適しているほか、ドイツ側は約5ヶ月もの間陣地を構築していたためこれらを利用して防御する予定であった。2月7日、285機の爆撃機が1384トンの爆弾と 12.3 トンの焼夷弾をクレーペに投下。すでに同規模の爆撃を1回受けたこともあり、人口が10万にも満たない小さな町はその市街地の 80% を破壊された。さらに翌日、1034門の火砲が当該地域に50万発以上の砲弾を発射、5時間半続いた準備砲撃の後、5万の将兵と500両の戦車が進軍を開始、ライヒスアルトの戦いの始まりである。だが地域一帯はドイツ軍が側の堤防を破壊した結果水浸しになっており、さらに利用できる道路が限られていたため大渋滞を起こしていた。なんかデジャブを感じるなぁ。連合国軍は攻撃を続行するが9日にクレーペ近郊にて阻止される。さらに悪いことにドイツ側が同日にヒュルトゲンのダムの放水を実行、ルール川流域一帯が浸水しグレネード作戦が延期されることに。これにより A か連合軍は単独でドイツ軍を相手しなければならない上、ルール川での攻撃の危険性がなくなったためこの方面のドイツ軍がライヒスアルトに送られ始めていた。だが連合国軍は水陸両用車を用いてぬかるみを無効化、さらに戦車師団含め森林戦を想定し訓練していたため、
ドイツ側が想定していなかったこともあり、火炎放射戦車を含めた戦車による攻撃は大きな役割を果たした。これら努力のおかげもあり、攻撃開始2日後の11日にクレイフェは陥落。それ以上の突破はドイツ側に援軍が到着したこともあり阻止されたが、22日までにライヒスアルト一帯のドイツ軍は一掃される。さらに同日より延期されていたグレネード作戦が発動され、洪水が引く前に攻撃を開始したこともあり、ドイツ軍は今日疲れる。これに呼応していいか連合軍も作戦をブロックバスター作戦と名前を変え、再度前進を開始。第116装甲師団は迎撃するも連合国軍の優位は変わらず、ライン側まで撤退することとなる。3月2日、ライン側西岸のドイツ軍は殲滅される寸前であり、ヒトラーに撤退を打診するが、彼は撤退したところで殲滅される時期が変わるだけだとしこれを拒否、さらにルール地方とドイツ中心部を結ぶ運河が失われると物資不足が加速することから、現地部隊に死守命令を下す、だが彼の命令に反し一部部隊は撤退を開始。第116装甲師団も第1工科傭兵軍の一員として包囲殲滅される前に3月5日ネゼルよりライン側を溶かし撤退。10日までに軍の撤退が終わるとこの地域でライン側にかかっていた最後の橋を爆破、撤退できず西岸に取り残された15個師団は降伏することとなった。撤退後師団はわずかな補給を受けたが、その充足率はおよそ 50% を超えないと予想される。もはや師団とも呼べないほど兵力を失っていたが、それでも師団は第47装甲軍団の一員として再び前線に送られ、3月24日にドーズデンで米第30歩兵師団の進軍を阻止するよう命令される。これを受け第60装甲敵団兵連隊が反撃し、奮戦の結果なんと敵の進撃を食い止めることに成功。師団は28日までに同志を維持するも、A 軍が市街を迂回し側面を突かれる恐れがあったことから撤退。ルール地方の防衛強化のために4月4日までにラインヘルネ運河で防衛線を構築するよう命令されたが、連合国軍の進軍速度は予想以上であり、防衛線を構築する前にルール地方のドイツ軍そのものが包囲される。装備、弾薬、燃料、食料の全てが不足しており、局地的な戦闘以外でもはやドイツ軍に抵抗する力は残されていなかった。4月18日までに他の師団と共に師団も連合国軍に降伏した。だが師団の戦いは終わらない、予備として後方に送られた少数の部隊が本隊降伏後も引き続き交戦。ハルツ山脈にまで追い詰められ、4月30日に降伏。創設されてから10年、装甲師団に改編されてから1年で師団の戦争は終わった。かつて広大なロシアを駆け抜け、ボカージュで死闘を繰り広げた師団の最後はその経歴と比べあっけないものであった。だが戦争が終わっても将兵の苦労は続く、捕虜となったのはいいもののその数を持て余していた連合国は建物もない草原を収容所とし、大勢で野宿することとなり、その衛生環境は劣悪であった。あまりの惨状に国際赤十字が援助を試みるがアメリカはこれを拒否、赤十字の代表者に収容所の状況を見てもらうことを望まなかったためである。謎理論やめろ。さて国防軍所属の兵士は国民突撃隊や有限徒と違い最後まで拘束され、労働に従事したり他の連合国に送られたりしたが、ソ連に送られた者もいた。悪事で戦闘団を危機から救ったアイスクロップもその一人であり、幸いシベリアに送られることはなく、4ヶ月留置された後解放されたという。余談だがイギリスは収容所の食事でマーマイトを出していたが捕虜たちは虐待だと考えていたという。あのさぁ、終戦時のごたごたも落ち着くと、師団の元兵士がインドフンド師団家族協会を組織。名誉会長には師団長だったシュエリンが就任し、ホゼナック戦争墓地の近くに師団の記念碑を作るよう希望。1966年にこれは完成し、負傷した戦友を支える兵士の銅像と碑文を備えたものであり、2000年には、師団に所属し師団章をデザインした空と、エントが作成した名板も展示されるようになった。落成式の演説において、シュエリンは、この記念碑は大戦中東西南北多くの戦場で落命しなければならなかった師団の兵士の記念碑となるべきである。それは軍の栄光と名誉を証言するものではなく、戦いと勝利を証言するものでも、戦場での死の栄光を証言するものでもない。そこに描かれているのは、重傷を負った戦友を斜線から運び出す兵士以外の何者でもない。しかし、それは自分の義務を最大限に果たし、自分の命を危険にさらす意欲において、人間の内なる偉大さを証明している。と述べた。施設の完成後、
家族協会は1983年までは毎年11月、それ以降は10月に戦没者追悼のために集会を開いていた。同協会が2005年に解散した後も、2000年に設立された後援会が主催し、今でも毎年10月の第2日曜日に追悼式を行っている。そして悲しいことにこの手の施設のものには付き物だが、彫刻や碑文に対する攻撃は幾度も行われ、とうとう2017年に彫刻が盗まれ、そしてその2週間後には碑文と銘板が破壊され、現在ここが師団の記念施設であると示すのはゲートに刻印された師団章のみである。そして、かつて存在していた碑文にはこう刻まれていた。戦死した兵士は決して孤独ではない。なぜならば彼らには常に忠実な戦友がいるからである。ご視聴、ありがとうございました。